皆さんこんにちは、なるほど10です。今日もリバースユニオンで遊んでいきます。さあクレジット10個ですね。おお、ちょうど1000になりましたね、お金が。じゃあブックですね、ブックじゃなかったです、ショップです。でカードボックス購入で普通のタイプですね、カード購入したいと思います。さあ今回5回オープンしましょう。前回、ひみきちゃんのあれですね、デッキでしたっけ。あ、ひみきちゃんのが。お、シルバー、いいですね。中立も出てますね。おぉ。この上、ゴールドと、これ何ですか、光ってますよ。すごい！やったー！あ、プリスラちゃんか。あ、ゴールドも出ました。プラス3。ぬいぐるみ1体につき、ぬいぐるみってどれがぬいぐるみなんですかね。すごい。やりましたね。出るんですね。なんと、ここも。ゴールド。あ、すごい。プリスラちゃんばっかり出る。いいですね。じゃあ今日、プリスラちゃん行ってみますか。ブックでデッキ編成でしたっけ。プリスラちゃんはヒロインの子ですか。リリエットちゃん、名前リリエットちゃんで プリスラってあれですね、呼び名ですか、プリンセスラッシュの略ですか。勘違いしましたね、プリスラちゃんだと思ってましたけど。さあ、ではちょっとゴーレム君外して、この子なんかあれでしたよね。このユニットをプラスに攻撃時ですから、まあ嬉しいといえば、まあゴーレム君いらないですよね。カーバンクル君も、あ、いりますね。1体にプラス3は欲しい。あら、この子がいらないですね。ああ、サポートを選べて引けるわけですか。まあ、左上のソウルが強い順からちょっと出していきますか。イルジアちゃん。対象の前後にいる相手のユニットに攻撃対象と同じダメージ与える。強いですね。入れてと。うわ、プラス7、鬼ですね。入れてと。あと5個。5個入れられる。ああ、横一列の人たちにもプラスしてくれなんて、なんて嬉しい。いやー悩みますね。モンスターが入れますか、モンスターの女の子ちゃんたちを。あ、いいですね、ダメージマイナス1ってのは。あ、クイックもいいですね、出した瞬間攻撃できるという。さあ、あと1体。あ、そうやる。こっちの一番レアなレインボーちゃん入れないと。よし、行きましょう。さあ、ではバトルですね。レインボーは3枚までしか持てないみたいですので、私は1枚しか、今初めて出ましたけど。さあ、リリエットちゃん行きましょう。しかも3ステージ目、結構進んでますね。キャラクターが増えてる、いつの間にか。
このこと戦うんですかね今回。やっぱり。ああ、喋ってくれるんだ。いや嬉しいですね。それだったらもうちょっと喋ってほしいですけど、バトルスタートみたいですね。OK です、行きます、ガンガン。まずこの子出して、一番強いですね。出せない。あー、アピールくんはあれですね。この子攻撃受けますよと。あー、強い。もう使っちゃう。強いですね。あ、でもアピールくんに装備させるべきじゃなかったですね。何ですか、ぺったんこは。なんちゃらって書いてましたけど、気のせいですかね。ちょっと待って。相手もゴールド持たれてると。いやー、厳しい。イルジアちゃんは対象の前後にいる相手のユニットにと出してと、このユニットが受けるダメージをマイナス3にすると、すごい。じゃあまずちょっと確実に減らしておいてと、マイナス16、鬼ですね。ちょっと、あー、もう出せない。一旦3枚までですね。あー、何ですか今の。団長として負けるわけにはいきません。あー、厳しい。私の勉強不足でした。あー、まただ。あー、受けるダメージを1回だけゼロにするんですね。今ちらっと見えましたけど。いや、アイテムが良すぎますね、相手の方。確実にこの子はやっつけておかないと。あ、ダメ。あ、よかった。敵ユニット、ユニット1体に、イルディアちゃんを強くしておかないと。この子出せる。よし。いやー、互角ですか今は分かんないですけど。ひどい。ちょっともうさっきから、あ、今倒された1枚カード引けるタイプの子だったんですね。アピールくん出して、おお、プラス3。よし、ユニットの装備を複製ということで、あ、イルチアちゃん攻撃するの忘れました、もしかして。あー、強い。先にイルジアちゃんにこれをなんとか正義を使っておいて、あ、間違った。おお、すごい、2列行ってくれるんだ。あー、どうしよう、使っておきますか。
あー、それでもまだ負けてる。難しい。あ、モンスターの数で負けてますからね。この子受けるダメージをマイナス1と。私が直々に調教し、お願い。あ、アイテム使ってたんですか。そういえばちょっと待ってください。よく見ないと。このユニットの前後にいる自分のユニットにプラス4。あ、じゃあイルジアちゃんで。よし、私が高校ですからまだ可能性ありますか。いやー強い。おお、いけそう。でも、あ、最終ターンだ。この子攻撃してと。強っ。お、これ出したら勝ちじゃないですか。さあ、たたんだから、あ、22ですか。よし、やりました。これが私の実力よ。いやー、面白い。強くなってもやっぱ相手の方も強くなってるからあれですね。ちょうどいい感じでしたね。もうちょっと楽勝かなと思ったんですけど。さあ、ではですね、次ですね、行きたかったんですけど、今か私ライブ配信しないといけませんの。もう夜8時過ぎちゃいましたので、あ、3分遅れてる、遅刻だ。今日ミルクチョコオンラインですね、ライブ配信いたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではですね、今回の動画は以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたします。じゃあリリエッタちゃんでクリアしますか。まずはリバースユニオンですね。ということでですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ステージがまだ終わってませんでしたOK です。ではまたですね。